鍋島元重は、江戸時代前期の大名。通称は三平。非禅国をぎ藩書大藩主。官位は、十五位下、木上。非前佐賀藩主、鍋島勝重の所長氏母は、随魔サインとされる。はじめ、味川直元を名乗る。当初は、嫡男として扱われていたが、元重が4歳の時、父、勝重が、 徳川家康の養女を菊姫と再婚した際に、拝着された。これは、菊姫との間に生まれた子供を後継ぎにしようとしたためとも言われている。このため、家督を継ぐことができず、江戸に人質として送られた。祖父である直しげの死去後、その隠居量であった一万国を与えられ、幾度か仮をされ、最終的には、寛永19年に、 紀前を義に七万三千国を与えられ、同藩の初代藩主となった。これは、鍋島屋中では、かなりの功録であり、拝着されたとはいえ、父から礼遇はされていなかったようである。島原の乱にも、父と共に従軍している。剣の腕に優れた達人で、野牛宗則から印可書を一番に受けたと言われている。木村智重と共に、徳川家光の内立ちを務めた。 野牛宗乗とは30年にわたる道縁で死の直前に悲観、標本家伝書を与えられている。女王を3年に死去し、後を長男の磁気能が継いだ。ありがとうございます。